収録40分やってるけど、天皇の塔が、ただ攻略できてるのかできてないのか、いまいちわからない、これ。3回でしょ。ああ、ちょっと待って嫌な変化しちゃったな、これ。いって、入らないしな、これ全部。500プラス200で700、すごい美味しいな、これ。てかまた1金増えてるな、これ。赤ミドを倒した感じかな。あれでも赤ミドウって2体しか合ってないよな。ん？まあいいや、わかんねえや。すごいもったいないやつからしちゃったな。まあいいや。7もレベル11なんだ。あと1053か。剣豪13って、まあ、10体倒せばなんとかなるけど、これ本当にどうしよう、全くわかんないんだけど。ちょっと待って、この敵本当に何なの。なんだろう、でもさっきの岩みたいに落とせるってこと考えたら落ちるの、これ違うな。場所が決まってんのかな。全然わかんないんだけど、どうすればいいのこれ。違うな。ですよね。ちょ、危ねえ。ヒマイとルドルフで2ヒットずつか。うわぁ、雫ぐらいの位置がすごい嫌なとこにいる。いやー、でもこれ本当にどうすればいいんだろう。攻略法が全くわかんないんだけど。ああ、ちょっと待って。うわぁ、
いいや。こいつはエンカウントしていこう。うわー、透明なのが来てる。滝は見たし、本当にわかんないんだけど、どうすんのこれ。お前どうすればいいんだろうこれ。あれ？ちょっと待って。あれっていうか、なんでいつの間に2箇所やってんのこれ。わー、ちょっと待って。あと2箇所か。これなんなの？よくわかんないんだけど、これ。これ何？特定ポイント通らなきゃいけないってこと？ん？え？これ何？地形のバグ？もう訳がわかんないんだけど、これどうすればいいの？これ。あと2箇所。なんか特定のとこ通らなければいけないんだろうけど、わかんないんだけど、全く。どこ通ればいいのこれ。まあいいや、ちょっとこいつとはエンカウントするしかないな。そして強いのがなんか混ざり込んできた。いってちょっと待って。いや、勘弁してよ。そしてひまりにダメージがいかないからしんどいんだけど、これ。何これは。防御しかできないよ。あ、よろめきのことこれ。多分よだからよろめきだよねこれ。ちょっと待ってこれ。雫ぐらい倒して、うわ、これで倒せるはず。あー、もったいね。ちょっと戻ろうか。あ、減ってる。わかんないんだけど。特定のポイントだと思うけど、わかんなくねこれ。